大鉱山鉱山は、京都府与佐郡与佐野町の大鉱山北西山麓で、採掘が行われていたニッケル鉱山である。大鉱山一帯は、主に長塩規制岩である蛇紋岩からなり、この少量のニッケルを含む蛇紋岩の風化により、ニッケル分が濃縮され二次的に生成した、軽ニッケル鉱などのニッケル鉱物を含む含むニッケル粘土が分布している。 太平洋戦争勃発の前から日本では軍事物資として重要品目の一つであるニッケルの国産化が目標に掲げられ開発が行われ終戦頃まで採掘されていた太平洋戦争が迫り来る中で日本政府と軍部は各種の鉱産物の不足に直面し国産化を促進する努力を始めたそうした鉱産物の一つがニッケルでその国産化に 最も興味を持った企業の一つが、後の日本野金工業となる、当時の日本火薬工業だった。同社は海軍向けの火薬の製造会社だったが、さらに警報金や特殊工の国産化を目指していた。1934年に日本加工は、兵庫県、京都府、福井県に見られた蛇紋岩地帯の調査を行い、結果として最も有望な地域は、 京都府与佐郡与佐村を中心とする大鉱山連邦であることを知った。貧困ながらも公領は無人像であり、同年中に子会社として大鉱山に行ける工業を設立し、工業権を取得、調査を継続した。大鉱山鉱山などからの功績をもとに試験精錬を繰り返したが、功績に含まれる。 ニッケルの含有量が0.4から0.7%と低すぎたため当初の目的だった純粋のニッケルにまで精錬することはできないままだった。しかし1938年になりドイツのクルップ社から貧困処理に適した技術としてクルップ連法が導入されることになった。この方法では純粋のニッケルを製造することはできないが、 フェロニッケルを粒鉄状にして回収することができた。フェロニッケルは特殊鋼、ステンレス鋼、高速度鋼などの製造には十分であり、日本加工ではクルップ連邦を採用してフェロニッケルの製造を目指すことにした。大鉱山鉱山から採掘されたニッケル鉱石はトラックと貨車輸送で石川県鹿島郡西港村あざつ向きにあった七尾セメントへ送られ、そこで セメント製造用のロータリー機ルンで、精錬のための工業試験を繰り返し、1940年3月になって、ルッペ精錬に成功し、本格的な製造を開始した。さらにこの結果に基づき、政府と陸軍の援助を受け、大鉱山鉱山から11キロしか離れていない、予算群、吉村に、専用のニッケル精錬施設、岩滝精錬所を建設することになった。 この精涼所は鉱山から遠くないばかりか、精涼に必須の無煙炭を朝鮮半島の気圧から石灰岩を九州から船で輸送することが可能な便利な位置にあった。当時ニッケル鉱石の採掘は露天掘りの大鉱山鉱山で人海戦術を用いて行われたが、日本人甲府の多くが出生し人手が足りなくなると学生、囚人が大量に投入され、さらに 太平洋戦争の勃発に伴って、香港、マレー半島、シンガポール、フィリピンなどで、日本軍が捕獲した多数の連合軍捕虜が現場に投入された。この当時の状況は、フランク・エヴァンス著、ロール・コール・アット・オエヤマ、P ・ o w リメンバー・アッツ大鉱山の天候捕虜は、思い出す。彩り流射より、出版に詳しく、戦争末年金の医薬食料事情悪化の中での、 栄養不足を中心とした状況が描かれている。また、近くには監視人がおり、見つかると叩くや殴る、蹴るなどの暴力を振ったりしたという。しかし、その中に食べ物をそそ分けした、監視人もいた。その名が、異例等に書かれているという。1945年の太平洋戦争の終戦に、伴い、大鉱山鉱山は閉山され、岩滝精錬所もルッペの生産を停止し、 施設維持のみを行う体制に移った。その後、1952年になり、大鉱山精錬所の事業再開が計画され、大鉱山鉱山の鉱石より、はるかに良質な鉱石を、南太平洋のフランス領ニューカレドニアから輸入する、ことが始まって、以後、今日に至っている。ありがとうございます。